そう、もう取れてないからな。その後も頼んだけど緑茶十割が求めてたやつやな。根に持ってたん、根に持ってたタイプですね。根にも持ってた。じゃあ今日は大阪からね、またあやきちゃんが静岡に。美味しい。どうじゃん。美味しい。これ食べます。本当です。ごきげんよう、山口ゆきです。今日は静岡に来てます。ということで、今からご飯を食べたいと思います。お仕置きが富士山。そうそうそう。私たちは何だったの？お通しです。お通しです。よく分かんないけど、でもあいつ来たからあいつに話しようかなって思ったけど、あいつ来たし、顔見てみたらもう無理ですし、もうなんか全部これもう動けないと美味しい。これはアイビの大好きな枝豆ちゃんです。私の人なんかすれば分かんない。こうやってね、後ろ見ちゃう。あ、分かった。じゃあ今顔喋った時にこう、玄ちゃんがこっちだとしたら、あれが普通に喋りかけてないけど、思いのほか顔が近くて、どんどん近いねんっていう話だったね。そんな言い方はしない。それは思わなかったんだけど。いらんでしょ。いらん。わざわざ説明したのに。なんで？わざわざ説明したのに。いらんって言われた。2時間半ぐらいあるから、まあ行けるか。1時間なに そんなんいらんで。いやもう、そんなんする方がもう、あ、カメラ回されたら緊張して喋られるから。ごめんごめん。なんでほんなんで。もうええわ。心が穏やかになる。なんもない。いたっけ。なめたな大きなの時計こうやって隠しとかちゃんと目に焦点当てる。当てる当てる。これちゃんと合わせてくる。オートにしてんのかな、お刺身も頼みました。まあ、アキラといえばお刺身なんで、まあ、こうやってカウンターになって、カウンターに座ってます。こういうお店がいいよね、落ち着く。まあ、ちょっとね、だから元気抜群。よかったな。ごめんなさい、ね、遅くなっちゃって。いやいやいや、最後の合わせです。ありがとうございます。うん、来ました、来ました。しめさばちゃん、ねね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 ね美味しいです。美味しそう。山椒ちゃん、山椒かけはいい。美味しいよ。新生姜美味しいよ。山椒美味しいよ。ちょっとデカめ。わかる？契約は違うけど、時間は一緒で、時間の長い
ラーメン食べたらもう意味ないか。ちょっとさっき寝てたからカゴが。ああもう。美味しそう。2曲目。リクエストはこんな感じ。はい、定食。ギンギラギンにさわめくね。なんだよ、さわめくね。そこまで言う。え、ギンギラギンにさわめくね。え、そうな、そんな歌詞が。え、知らん、ほら。さりげなくじゃない。さりげなく。なんでそれが出てきた。なんか楽しい感じで言うんだよ。ハイテンションでそれが出てきた。ハイテンションになりたいけど、はい、よう考えたら今日靴下の穴開いてるわと思ったら、ちょっとテンション下がった時に歌いたいと思う。歩こう歩こう私は元気、まあ、俺も当然も私持ってるけど、やれるどんどん何で確認するの一回か、もういいかっていう感じ。だから結構注文とかしてしまったけど懐かし昭和風ラーメン、うん、ちょっと食べたいな、頼もうかなって悩んでる時のテーマソングです。で悩んでる時にバックで流れてる BGM ソング。もういいかい。うん、今 お箸別に持ってきますね。はい、専用の箸。美味しそう。もうこれって200円。あと何でしょう。じゃあさっきのお題言うな。免許の更新とかないから。ないよね。いっぱい頼んじゃったけど、ラーメンも食べたいなみたいな。もう悩んでる。悩んでる。私青色悪いな。急にできた。切った。切っちゃ。どんだけ。夢の爆弾夢の爆弾打ち上げろやんな。夢の爆弾夢の爆弾やろ。夢の爆弾ダブダブダブ打ち上げろ。皆さん、皆さんこんにちは。オン様、ピカピカ、ピカさん、ホース劇をやろ。あ、そうなんや。集まれペンギンだよ。喉が痛いのってる。なことが起こるかね。それはね、それ言うけどな。あー、ガチャテケ、テケテケだから。お二人の趣味、チャカチャンチャカチャンチャカチャン言うてた。ちょっとやっぱすっぴん地見てるからわかる。もうわかる。あんまり変わってないね。鼻もちょっとデカみちゃん。まじ、こうやって目悪いけど、こういくわ。頑張ります。美容系 YouTuber で行くわ。緑茶結構なお出まし。いかが今の伝われるやつ。画面に画面しか映ってないから。なんか近ない。こんなもん。これな、ちょっともっと広角になってくれたらいいねんけどな。それでも広角になった方がいいねんけどな、このカメラ。うん、でブレ補正をオフにしたら広角になる。ああ、そうやったっけ。でもだから歩くときは手ブレ補正をオンで。ああ、そうやな。でも結局な、そうなんだ。こうやって置くときだけオフにする。手ブレ補正設定で。この設定でな。手ブレ補正でね。そう、ないない。お前。ちょっと頼む。じゃあ頼む。今もっと長いよ。ほんとお茶もう一回頼むか。すいません、お茶、緑茶2つ追加で。追加で、はい、ありがとうございます。
この葉っぱすごいよな。これでもなんか今片手まで焼いてんねんけど、この片手まで焼くのがいいよ。飲みながらさ、片手まで肉焼く、葉っぱの上でめっちゃいい。こういうのがやっぱりいいですよね。今日はなんで愛嬌お酒飲まないかって言ったら、明日ちょっとライブやし、ちょっとなんかね、お昼に食べた唐揚げがちょっとあの油っぽくて、あの胃もたれてるからです。めちゃくちゃめちゃくちゃ葉っぱの匂いがつくんだな。焼くの遅いなと思っちゃう。葉っぱ焦げへんねんな。うまうまやな。ちゃんと見せた。ああ、そうやな。見せたけどさっきな。葉っぱで焼いてるんだけど、葉っぱは焦げないんですね。葉っぱの匂いがつくんかな。葉っぱの匂いがつくんでしょ。この葉っぱは何の葉っぱか分かりますか。あれ、さっき書いてたよな。これがそれだ。さっき教えてくれた。せいちゃん、これ。どこって言ってたの。漢字はやっぱり読めないです。そういうの。ほうば。ほうば。はひふみたいな。ほうばらしい。ほうばは何の葉っぱですか。ほうばはモクレン科の植物である。そうだ、モクレンのほうの木の葉です。へぇ。葉が大きく天然由来の殺菌作用があるため、そうだ、器の代わりや食材を包む材料として使われてきます。へぇ、すげぇ。そうだね。岐阜の郷土料理である大葉味噌が有名ですよね。岐阜で確かに食べたことあるな。大葉味噌食べたことあったわ。思い出した。あの、いろりのとこで覚えてない。そう。これも開いたらやつじゃん。2杯目です。緑茶割りではなく緑茶です。だけど私は最初の囲いの中で行ってるから、これがね、行ける日と行けない日がある。誰か言うの忘れてた。すごい顔の真剣な表情が裏腹にな。このお箸にあのネギの輪っかが全部入っていて、全部下に置いてはい、これもらいます。目見えてないから目の中で。これ真ん中いけんじゃん。これ真ん中、うん、食べたら、まあ目がかけていいでしょうということで。これは家に帰って、すいません、ホタルイカの終わりました。あ、すいません。はい、行ったらあれだよ。いや、来てもいいけど、悲しい。悲しい。悲しい。食べてみていいじゃん。いただきます。絶対焼けてるやん。絶対美味しいと思うで。いただきます。美味しい。これまだか。食べて。美味しい。めっちゃやばい。いいよ。野菜も食べてみようかな。野菜も美味しいわ。野菜食べて。食べる。美味しい。椎茸食べた。うん。椎茸食べた。椎茸食べた。美味しい。椎茸大好き。だって美味しい。野菜。美味しい。うん。味噌美味しい。まあちょっと出来上がりやね。これが出来上がりでーす。塩だし。
さっきのやつ使うわ。あ、大好きなタイ。タイです。タイ1。コリンコリンです。わさびちょっとガンつけで。サーモン。サーモンです。最後、大きいの。さあ、セブンイレブン。そこだけじゃない。ごめん。すみません。あれ、なんか頼んだっけ。あ、指導会議。それで、なんか食べちゃう。いない？うん。うん、美味しい。これお味噌やからさ、ほんと油、結構油が多かったよ。でもそれ食べれる、味噌やから。肉めっちゃ柔らかいな。鋳造家級やって今の、いい治ってきた、あ、今いい治ってきた。気持ち悪い時ご飯食べるのが一番治りやすいかも。入れない。そう、2人してどうしようかみたいな言ってて、あの胃がなんか気持ち悪すぎてなんか、あ、なんやろ、でももしかしたら食べやん方がいいかなとか言ってたけど、食べた方が治ります。皆さん胃液がそうさせるのか知らんけど。じゃあ次の料理来るまで待っときます。いやだからさ、さっきなだからさ、いや、最初さっき言ってたのは、あの、ここどこやったっけ、何し静岡市やろ違うの適当やけん。だから藤枝市とかさ、いろいろある地域によっていろんなこう魅力があるよねっていう話で、東大阪出身やから東大阪のアイデンティティは何ですかみたいな聞かれて、何やろって考えてたところの話の流れです。全然違う。え、そう、やめとき。結局ラーメン頼んでしまいました。そんなつもりはなかった。疲れてはきます。語る、今日は語り部屋にしようか。何を語る？心の豊かさとは。心の豊かさとは、はい、心の豊かさとはですね、やはりこう、心の、あ、まあ、いい塩梅で諦めることが、なんか深いな、何なん、心の豊かさとはいい塩梅で諦めること。何かって言ったら、あの、やっぱ人って必要以上にさ期待しちゃうやん。なんかこの人にこうなってもらえたら嬉しいのになとか、こう自分に返ってくる何かがさ、こうであってほしいとか言って期待を抱いてまうやん。それでさ疲れちゃうけど、でも、あ、期待を抱かないことか、他者への期待を抱かないことが心のゆとりにつながるんだろうな、最近思う。期待してる時にその期待がどうなるかっていうのを、そわそわして待たなあかんもんな。そう、それ穏やかになられるかもしれない。そう、ちょっと待ってね、骨何の話してます。これ椎茸かな。これが静岡の黒はんぺんかな。いいよ、食べて。このまま食べる。これ、あ、これ、ちょっと、ニンニクと、これ、にやって。すごい静か、大丈夫ですか。普段からそうなんですけど、うん、うまい。美味しい。すいません、しょうがやん。椎茸。そう、飲みに来ない。今週も来ない。確かに、あの、今日初めて連れてきたんで。うん。よく、あの、来てくれたなと思うんだよね。本当に嫌だったよね。じゃあ、ありがとうございます。嫌だったよね。嬉しい。もう毎回本当にありがとうございます。めっちゃ美味しいよ。めっちゃバターが効いてます。あとはラーメンって完成やな。何にした方がいいと思う。じゃん。これが名物ですね、静岡。やりたいよ。わかんない。ガチ？
魚って感じです。そうちゃう。でもなんかこの黒はんぺんは静岡の名物っていうのは聞いたことある。うん。藤枝の人に教えて。すり身がなんか、イワシやったかな、何やったかな。ちっちゃい穴子、ひび、なんぼやろ。あ、そんな静岡名物聞いたことある。どうやろ。タバとか。タバとか。漢字生まれやん。を茹でて、塗りつりつぶして、うん、県外でははんぺん類の白い塗り物だが、うん、静岡では通常、黒はんぺんのことを出す、うん、そういうことです。あ、イワシやサバか、青魚か、青魚や、だから混ぜたらいいやん。では青はんぺんちゃうまいな、なんで黒はんぺんなの。黒、黒、色が黒いからじゃん。だってさすがにそこはわきまえてる。青魚って一括りにされてるやん。青魚って一括りにされてるやん。そうっす。サバとか、揚げとか、イワシとか。だからじゃん。それじゃあ今、ラーメンが来るまでしばしお待ちを。お風呂ありがとうございます。じゃあまずはスープから。めっちゃ美味しい。ちょっと待って、入れてよ。オッケーオッケー。いや、さっきだ、サメンで決めた。メヨです。体中の 25% くらいの水分が抜けるんじゃないくらいに。おいしそうな。じゃあ、めっちゃおいしそうな。まだ今は麺は食べてないけど。うん。なんかもろもろさ。おいしい。うん。ちょっと待ってな。あとで捕まえよう。ダブルネタでしょ。うん、ありがとう。この私のキャラ。すげー可愛いよ。慣れてるじゃん。慣れてるね。慣れてるね。慣れてるからどうでもいい。美味しすぎねえけど、なんなんこれ、ありえない。ゴルラーメンが一番好き。わかるわかる。めっちゃ美味しい。なんか濃っぽいの。どうぞ。ちょっと感動してる写真撮っておいて。で、冬子さんは、みやみさんのお母さんで、最高でした。お母さんの方でしか。お母さんの方でしか。こちらの和蔵さんでした。お2回もあるみたいですね。アイキラはカウンターでしたけど、美味しかったです。わかるわかる。ラーメンめっちゃ美味しかった。あの素朴さがいいよな。そうやね、まるでいいわ。なんかあの甘すぎずしょっぱすぎずやん。わかる。ちょうどいい塩梅のあの美味しさやったわ、うん、皆さんもぜひ行ってみてくださいね。でもなんか美味しかった。はい。で結局最初にアイキラが行こっかとか言ってたのはあの家電とか言って言う店やってんな。ほんでな、じゃあみんな聞いてくれ、橋聞いてくれ。ちょっと待って、引かれる。うち端っこに寄りましょう。みんなにどっちあれはなんて読むんでしょう。電って読むのか、それとも他電って読むのか教えてもらいたいと思います。この店、うわ、反射して全然見えへん。これこれなんて読むの。電、他電って言ったら笑われてんけど、タデンやんな、どう見ても。デンってもの教えてください。じゃあね。やっほー。ということですね、今からねあのちょっとお腹空いたからあのライブ前やけどあの食べようかなって思ってます。我慢しようと思ったけど腹が減っては戦ができない、そういうことやろ。ん？ちゃうか。ということで今からちょっと
は食べに行きたいと思います。レッツ乾杯乾杯。かわいい、かわいいお店だ。ここです。そば三月花、三月花、ここです。三月花、一緒に食べよう。うん、食べようか。まさかどこでこんな豪華に豪華に出費が出るとは思いませんかやったことあんな記憶でなんかあれ誰誰乾杯。お蕎麦屋さん行きました。まあもんじゃ焼き屋さん行きたかったんやけど、もんじゃ焼き屋さん閉まってたわ。残念。ということでお蕎麦で乾杯。デザートじゃん。もしやデザートじゃん。なんでデザート最初に出てくるね。だってなんかきな粉かかってんの。今のままきっとって俺が喋ってた。なんで、突っ込むやん。なんかすごい味するな。食べたことない味。甘くないやん。貝の味かな。何の味かわからん。貝かな。じゃあお蕎麦が来るまで持ってきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい。じゃんじゃんじゃん。最悪や。車の中。あれ。充電ずっとしてたやん前で。ああ。だから行けてるのかなと思ったら全然潰れてるのかな。もうあれじゃん。置いてたから充電が切れたんじゃん。長いこと置いてたから。長いこと使わなかったら充電って薄れるから。何いらんこと言わんとこやで外眺めてるだけじゃん。細めんな目を全部お見通しちゃう。スイカだった。あ、そうやな、持ってきてるから。スイカの皮むくんでるから。むくんでる。これ、あ、高級品や。めっちゃ美味しそうや。めっちゃいい匂いすんねんけど。桜エビの天ぷらです。これにつけて食べるらしいです。いや待って待って、いただきます。一個ずつ食べる。さっき食べてもいいの、桜エビだね。うん、美味しい。かじろうか。ちょっと塩から混ぜていい。うん、好きなの。うん、これは美味しいわ。うん美味しい。驚く。どうだったな。塩で混ぜたもんね。わからんかい。なんでわからん。うお、いい音。うん、うん、うまい。うちの10割なので、はい、全部の出しちゃうと伸びちゃう。なるほど、10割が求めてたやつやな。つやつややん。10割ぐらい頑丈いないからめっちゃ宝んで喋ったことうわぁ、10割が一番好きやねん。ないけど、あ、美味しいわ。美味しい。うん、やった。ここにおつゆ入れてやな。
と入れた方がいいかな。これが美味しい。やっぱ静岡のそばは一段と美味しいな。お水が美味しいんかな。それこそそばもきついけども、職人のコックさんが手打ちやと思う、うん、天ぷらにはしないですね。あと栗です、ね。はい。おお、ありがとうございます。栗やって。へえ。冬瓜。冬瓜。冬瓜。あの冬って書いて、栗って書く。栗って書くような字やと思うで。冬瓜。多分。はい。なんか次々と出てきます。はい、これ栗だそうです。おったまげ。はい。もし美味しいねんけど。ちょっとなんか次々出てくると思えんかったから、こうなんかちょっとざっくばらんで食べてしまったな。もっと綺麗に食べた方がいい。いいよ、食べて。好きなものを食べるのがうちらの主義でしょ。手引きそばです。手で引いて手で打ったら10割です。同じ10割です。引き方の違い、おつゆは同じです。あとこのお塩はおそばに振ってもらって、お塩だけで試食中楽しい召し上がってください。10割やねんけど、打ち方が違うらしい。手で打ってる。手で打ってるね。でも紙とも、あ、全然違う。でも違う、全然違う、うん、どう。いや、塩を振って食べてもいいよねって言われた。そうそうそう、うん、塩振って。ちょっとだけ塩一旦振ろうかな。そして塩、塩振って、なるほど。おそばいきます。あ、すごいな、味があるな、すごい。なるほどね、塩の方が分かりやすいな。しかも味が分かるわ、うん、これは美味しいわ。食べよう。うん、ちょっと栗半分食べていい。いいよ、でも食べていい。いやいや、栗、まあ、栗の天ぷら初めて見てんけど、食べてみたいと思います。これはやばい、美味しすぎる。今まで食べたことない。びっくりしすぎて今ちょっと大声出したよ。他に表現なんかないの。びっくりしすぎてマジで顔中の毛むしりたい。産毛もな。うん、あ、緑の食べていい。緑、このそば何かの味がする。めっちゃ美味しい。美味しすぎるから。何かしとけ。え、これ何やろ。ちょっと後味がめっちゃ俺の好きな食べ物の味がする。何の話してる。このそばの話やろ。そばか。
なんかでもないか。違うな、さつまいもじゃないな。何の話してんの？これ何やろ？ちょっと黒い食べて、あの熱いうちに食べなさい。中もごくやん。この後味が気になるのか。うん、めっちゃ美味しいね。これなんか冬瓜。マジトロトロ。どう？美味しいやろ、好きやろ。もうちょっと分かるとこやったらさ。ちょっとすいませんけどこれ食べます。追加。追加したわけじゃないけど追加できた。ってことはセットに入ってるのかな。これででも2200円は安いわ。こんなに食べれて。何でも金の話ばかりすんの。昨日からこれでこれは安いよな。主婦の脳やん。何なんじゃないか。そう、冬瓜だけじゃ食べ。これだけ美味しいから。トロトロやろ。しいたけ食べていい。しいたけ美味しそう。しいたけ天。強いじゃないとあかんかな。どう？美味しい？茶そばがめっちゃ綺麗。いただきます。美味しい。バナナの天ぷらになるんです。バナナ、はい、お塩で召し上がってください。2つもあります。バナナやバハナ。バナナの天ぷらです。イナの塩バナナの天ぷら聞いたことありますか？ないない。バナナの天ぷら食べたい。まあ、新しいものつけたら塩につけてバナナの天ぷら。どんな感じなんやろ。いただきます。どうですか？なんか熟してる。バナナって言われへんかった方が良かったかも。あ、いやでも分かるわこれ。俺は分かる。分かるぞ。俺は分かるわ。分かるわ。何が分かるの？ん？何が分かるの？これ食べへんだけど相性が。美味しいやん。美味しい美味しい美味しいねんけど、初めてやからちょっと驚いてるっていうだけ。毛も知りたい感じ。見て、毛も知りなく。そうそうそう。なんでそば食べた後にそばを湯を飲むか知ってますか？皆さん、体を冷やさないようにです。おそばは体を冷やすらしいから。知らんけど。ついに美味しすぎてメニューさみ出す。いや、2番目のそばがちょっと感動したんだ。あれやな、手打ちやな。そうそうそう、なんか後味、塩で食べた時の後味がちょっと衝撃すぎた、忘れられへんわ。で、何の味か分からんかった。分からへんねん。でもだからもうそばの味なんやろな、そば独特の。でもなんか似てんねやろ。似てんねん。でもそれが何似てるのか分からへんかったから、そんなん言うてるうちに栗はよ食べ、はよ食べって言うから、はよ食べなあかんのかなと思って栗でかき消されてんだから。思い出されへんかった。そう、一気にかき消されたからさ。どう食べて、俺の2番目のそばだけを食べに行きたい。あ、ほんま？でもないねん。
自ら、いろんなメニューが。あ、そうなんや。え、でも最後の茶そばびっくりしたけどな。思ってるんとちゃう。もちろん美味しいけど、いつかあの味、何の味やろって解明したい。あ、あれちゃん、くるみちゃん。ん？くるみ。違う違う。あ、でももう今、違うって言ってるけど、違うと思うけど。わからん、思い出さない。もうちょっと、ふりでかけられたから。根に持つタイプ。ん？根に持つタイプですね。根にも持たない。あの、その時の、なんちゅうの、そういう展開が訪れましたねっていう話をしてる。いやでも栗が欲しかったよ、栗のトロトスター欲しかった。あれでもな、あれ欲しかった。あの周りのな、栗のな、あの薄皮って普通抜くやん。食べる時もさ、周りのな、渋皮って言うねんけどさ、あれを排除して食べるよ。食べてんねん、ないけど。え、渋皮残ってた。残ってて。嘘。かじった時に渋皮ついてて、だからあの歯ごたえが、中がトロってなってんねん。何？渋いと思うってことは処理ちゃんとされてはるのと、受けてみて、渋皮まだあるの、そうですね、いや全部処理してますけど、言われたらどうする。全部ズル向けです。ズル向け、ズル、ズル上げ、向けり、向けりや。これは何？つゆに入れて、そば湯。2番目のそばを、だけの当て手でやった、うん、手引き、はい、あれだけのために来れるんですか？一応ね、手引きそばっていうメニューはないので、ないんで、うん、はい、2色とか3色選んでもらって、あ、手引きを選んだ。2色選べば、例えば天聖炉の2色っていうのを選んでもらって。あ、そうか、うん、でその2色の中でその1個、はい、あれにしてください。はい、はい、それかまたは、これを頼んでもらって、はい、これとクルバイル頼んでもらって、うん、はいはいはい、おかわり言ってもらった時に手引きって、そばのおかわりができるんですか？はいはい、なるほど、はい、その時に手引き、はい、そうそうそう、手引きは美味しかったですか？ちょっと衝撃で、今まで食べたことない美味しさで、あの塩で食べた時のそばの風味、こう、こう、あの香ばしいですよね、残った風味がちょっと衝撃で、うんうん、ありがとうございます。美味しかったです。結構この手引きはもう両極端、好きな人と苦手な人、そのおそば苦手な人は、あんまり好きじゃない人はやっぱり苦手です。そうですか。食べにくいっていう。香りが強いからとかですか？香りとか歯触り、ボソボソボソ。そういうの、いや、すごかったな、もう。Oh my god。 いやいや、衝撃やったな。でデザートも来てんねんけど、なんかデザートもなんかちょっとなんかもう全てがかわいい。もう日本のやっぱり食事っていうのは素晴らしいですね。ウサギやな、アイもウサギと、これパイナップルも乗ってんじゃん。ウサギもパイナップルもあります。ちゃんとウサギにしてくれてるところがもう最高。日本食っていうのはほんまに最高ですね。じゃあ最後デザートまで楽しくいただきたいと思います。伝えたいですけど、これ難しいところなんですけど、今までいろんなと各地に行ってお蕎麦を食べてきて、各地のお蕎麦の魅力をめっちゃ堪能してきたんですけど、この今食べた、手打ちとそうじゃないっていうのが すごく分かった。さっきもちょっと説明してたけど、源ちゃんがなんかあのすごいコクというか、あのなんていうの、蕎麦の香りがすごい感じれた。あき、今まで蕎麦の香りなんか感じたことなかったけど、蕎麦の匂いというか香りを感じて、こんなに美味しいんかって思う。だから蕎麦極めるっていうのは幸せの第一歩やな。なんで無視やねん。はい、
ということで、そんな感じでした。皆さんも来てみてはいかがですか。ごちそうさまです。衝撃の美味しさでしたね。はあ、ちょっとびっくりしました。こんなにお蕎麦でびっくりしたのは初めてです。あの、前に山形で食べたお蕎麦もめっちゃ美味しかったやんな。美味しかったけど、もっと美味しいんだけど、そう、なんか全然違う。そのお蕎麦の種類が違う。なんやろ、やっぱりあの多分みんな同じやんって思うかもしれへんねんけど、違う。やっぱそこの地域の水、お水と蕎麦粉とその職人さんのあの揉み方と揉み方作り方でこんなにも蕎麦が違うんかと思ったらすごいびっくりです。おお、なんて、蕎麦人になる。あ、各地の蕎麦人になる、いいじゃない。わははい。で、すごい。キクラギラの控室がここです。素敵やん、こんなアギ大好き。こうやって神社の中であります。はい、ということで今日は19時からの出番なんですけど、ちょっと今からリハーサルして頑張っていきたいと思います。レッツゴー。個人的に何とですね、これ見て、ほら、藤枝の香りっていうお茶をですね、わざわざね、持ってきてくださったんですよ、応援してくれてる方が。嬉しくない？それ、これも、もう、あ、じゃあ、もう、大好きなやつ、うなぎっぽん、この骨のやつ、もうくれはった、嬉しい。ありがとうございます。香り、あやきやけど、ありがとうございます。見てみて、また別の方からお土産をくれました。羊羹とお茶かな。もういっぱい嬉しい、優しい、みんなありがとうございます。見てみて、相手の期待説に芽が出てる。踏まないようにしないと。どんな気持ちですか。なんかいい気温やし、心地いいなあ。やっぱ神社って癒されるよな。眠ってしまうな。うちらこの中室内、あの室内やねんけど、外出てきてるから空気吸いたいから。素敵な神社だ。はーい、上がって、はーい。はーい、ということでライブが終わったので今から静岡の皆さんとご飯食べます。レッツゴー。やっちゃった。感動しちゃったよ。みたいな。虫なでも本当なんか盛り上がりがすごかったですね。すごかったよね。人も多いですね。じゃあ今日はあの大阪からね、またあやきちゃんがあの静岡に凱旋をしてくれました。あの非常に盛り上がったんでね。あの本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。乾杯。乾杯。家っていう意味と立ちっていう意味がある。立つ意味あるの。へー、浜松はだいぶなんか名古屋寄りとか愛知寄りみたい なんかイメージあるけど、やっぱり、まあ、大阪も違うもんな。そうだね、あの河内の人らと、そうそう、何もつけ、何もつけないけど、そのまま召し上がる。はい、何もつけないけど、はい、美味しいね。でもたまに行けねえな。たまにね。そう、なんか今日飲んでも頭いい。こっちが生姜。金メダル。金メダル。どう？